さあ、ではやってみましょう。ヒカル TV。 どうも、ヒカルです。エンナッチ新式おじょう。さあ、もうすぐ来ますね、バレンタインですよって。バレンタイン、いい思い出ある？悪い思い出はないですね。あモテ男の発言。違う、あモテ男の発言。悪いってなんすか、だってでも、もらえなかったら悪い思い出だよ。あ、そうなんですか。それは、死ぬほどある。あ、じゃ死ぬほどある。もらえなかったら悪いなんすか。もらえない以上の悪い思い出なんかなくない？もらえなかった年はでも高校ぐらいまでなかったっすね。はぁ、高校まで毎年もらえてたってこと？はい。高校まで。マジ？ちゃんとおばあちゃんから毎年。ああ絶対おるっすね。素敵なおばあちゃん。バレンタインかもらえるかな今年は。もらいたいっすね。もらいたいよね。いやでもこのもらいたいはさ、別になんか義理じゃないやん。ああ、確かに。わかる？愛情のこもった本命がもらいたいよね。どうせもらうんだったら。ちゃんとしたやつを。やりましょう。せっかくのバレンタインなのでね。まあ、逆チョコ！お、してみた。大ゼロの時だ。してみた。大ゼロの街中で知らない人たちが。してみた。チョコしてみた。チョコしてみた。何も伝わらず。間違えた、間違えた。間違えた。まあ、リクエストが多々ありましたね。はい。キスマイムさんやります。やりたくない？やだ。一番苦手だもん。こっち側からはもう、反感しかなかったけど。で、テーマが、さっき言った、逆チョコ。こっち側が、渡す、かっこいい渡し方。女性をキュンとさせるような、渡し方で、それぞれやっていきましょう。はい、はい。とは、まあ、誰が一番キュンキュンできたかっていうぐらいですね。苦しいわ。あとなんか、サブ対決で、なんか、今年は誰が一番もらえるかとかもやりたい。なるほど。アンパンマンチョコとかさ、普通にコンビニで何十円とかで買えるやつは、カウントするの。うん、これもしない。もう放送されてるやつにしない。あ、放送されてる。ああ、もう。そうだ、コンビニに売ってるやつでも、ちゃんと放送されてるバレンタイン用のチョコだったら、オッケー。なるほど。え、2月14日のみ。そっから、あとはもうなしね。ああ、なるほど。2月14日時点の、まあ、それまでにもらったやつはまあいいとして。